どうも、野猿のようです。さあ、今回皆様に紹介したい漫画なんですが、響き！もうこれは間違いないです。今なぜこのタイミングかというと、ちょうどこの響きという漫画が、連載が終了したので、もう今一気に読むなら、今しかないということで、この漫画をぜひご紹介したいなと思うんですけども、まあ、響きという漫画、聞いたことある方いらっしゃるかと思います。実写化もされてまして、元、欅坂の平手友梨奈さんが主人公を演じている漫画なんですが、この主人公響を平手ちゃんが演じているのも、作者の方が欅坂の PV を見た時に、主人公の響を演じるには、もうこれ平手友梨奈しかないと、もう名指しでこの人がいいっていう風に、言って、決まったのがこの響という実写化なんで、この漫画、まあ、作者の方が柳本光晴さんっていう方でございまして、小学館ビッグコミックスペリオールで連載しておりました。で、無事完結して今ということなんですが、この漫画もう小説家になるための、漫画ということで、主人公がもうそのままの通り響ちゃんが自分でこういろいろ趣味で小説を書いている。ほんで将来小説家になりたい。で、小説家になるためにどうなるんだというね、高校生活3年間を小説に全て注ぎながら、自分の人生を謳歌していくという物語なんですけれども、この響という漫画、まあ言ってもね、2017年の漫画大賞を取っております。もうだから漫画業界の流れはもうなんだこの作品はって言われる圧倒的スケールな漫画なんですけれども、この響がね、いいところと言いますか、久々に出ましたね、この圧倒的主人公漫画です。ワンピースとかね、ドラゴンボールとかもそうですけど、まあ、主人公はもちろんですけど、その脇を固めるキャラクターも人気であったり、で、脇を固めるキャラクターのストーリーで、物語を作ったりとかもありますけれども、まあ、響ももちろんそういう部分は多少なりともあるんですけれども、もうほぼほぼ主人公が主人公らしく活躍する漫画です。で、この主人公の響ちゃん、もう才能がもう圧倒的なる天才。もう自分が書いた小説はもうパパッと走り書きだろうが何だろうが全てもう完璧なる作品になるという。ただこの響ちゃん問題があるのは、コミュニケーションを人と取るのができない。自分に嘘をつけない。で、相手にも嘘をつけないんで、思ったことは全部言っちゃう。相手が傷つこうが傷つかまいが、面白くないものは面白くないと答えて言っちゃう。ここがやっぱりこの響ちゃんの欠陥部分であったり、人としてはちょっと欠落してる部分があるんですけれども、小説を書かしたらもう天下一品、も才能の塊でございます。で、こんな響ちゃんが自分で好きで小説を書いていたと。それはまあ雑誌の連載に応募したところ、評価されて、なんだこの天才はと。ただ響ちゃん自体は自分が別に目立ちたいわけではない。自分がスターになりたいわけではないので、顔も出したくなければ、年齢も非公開、名前も非公表で、その小説を送った。ということで、一体この作品を書いた人は誰なんだと。どこの誰がこの作品を書いて、この作者、どこに行けば出会えるんだっていう編集者からすると、この響という実体のない存在を見つけ出すというストーリーの部分もあるんですけども。で、この響というキャラクターなんですけれども、なぜこういうキャラクターになったかと言いますと、まあ、作者の柳本さんが、まあ、インタビュー記事でおっしゃってたんですけども、どっかこの響というキャラクターは自分の人間性を投影させたというか、その作者の柳本さん自体も編集マンだったり他の人とちょっとコミュニケーション取るのがあんまりうまくないよね。なんか自分の作品を嫌な風に言われたら、なんやねんってこうすぐ喧嘩になっちゃう。揉めてしまう。だからそういう部分を漫画の響というキャラに投影させているっていう部分がやっぱあるっていうのは自分でおっしゃってたので、だからこの響という主人公はどっか作者が自分自身を描きたくて描いてる部分もあるし、でね、この響のすごいところは、もうバリバリ暴力が出てきます。主人公の女の子、響ちゃん、気に入らないことがあったら、人をすぐどつくし、許せないこと、自分の中で芯は曲げれないことに関しては、暴力だろうが、もう、言葉悪いですけど、骨を折ろうが、パイプ椅子で人をどつこうが、もうどんな手段を取ってでも、自分の思った通りにしないと気が済まないという主人公。それだけだから圧倒的スケールを持った主人公ですし、リアルの世の中でそんな人間がいたら、まず間違いなく駆逐されます。それぐらい人としては間違いだらけなんですけれども、やっぱり響ちゃんの魅力、才能、これが圧倒的なので、それに惹かれていろんな人がこの響ちゃんを支えていくっていうところがこの漫画の醍醐味でもあったりするんですけども、で編集と響が一緒になってからまたストーリーは動いていくんですけど、こっからはこっからで響ちゃんがやっぱり歯に着せぬ物言いなんで、プロの小説家たちの小説を読んでもうケチョケチョに言うたり、もうその自分の才能を欲しがって絡んでくる人たちにもう暴言吐きまくったり、時には暴力ガンガンです。もうこれがやっぱりスカッとするし、ああ主人公よくそこまでやってくれた、よくその権力に折れないでいてくれたっていうのを読んでいて味わわせてくれる、もう爽快な漫画ですよね。でまあ小説家になるための漫画なのであまり詳しくは言いませんけれども、響ちゃんこの漫画の中でとんでもないスケールの表彰をされます。もう今まで現実世界ではありえないぐらいのことを小説界で起こすんですけれども、でその結果自分が描いた小説、が漫画内でこう売り出されることになるんですけれども、それが「おとぎの庭」というね、この小説がなんと400万部売れていると。芥川賞を取ったピースの綿貫直先生の「火花」ですら300万部なんですよ。今までの純文学で一番売れたと言われる「火花」でさえ300万部の売り上げなんですが、それを100万部を超える売り上げをこの漫画の中が描いていると。だからどれだけこの響という存在が圧倒的スケール、圧倒的な才能を持っている存在かっていうのは、これで分かりやすいかなと思いますし、ただそんな才能の人が出てくるのか、リアル響が出てくるのかは今後100年経っても可能性としてはもう数パーセントないんじゃないかなっていうぐらいの存在ですね。でもこの響という漫画もう確実にサクセスストーリーではあるんです。もうだって主人公が天才ですから。主人公はもう1巻から最終巻までブレないです。やりたいことは。だから読んでる人間からするとおそらく響ってこういうことするんだろうな、こういう思いなんだろうなっていう通りにどんどん進んでいきます。でも周りはそうさせないぞ。周りはそんな風にうまいこといかせないぞってこう、周りがこの主人公を脱線させようとする様がものすごく面白いし、それに負けずに進んでいく響の凄さ。で、響の強さ。で、喧嘩になったら負けない何でもありのこのアクション、これはね響のこのキャラクターデザインとはギャップも見ますし、女の子がここまでやるんだ、女の子がこんな過激なことするんだ、あれこの子って友達とかいらんのかなって思うぐらいもう一匹狼です。でもその一匹狼にみんな最終的にはどんどん惹かれて最後チームになっていくんで、この「響」という漫画を読めば本当に自分一人で強く生きていく信念って大事やなと思う反面、こんな風には生きていけないなって思わされますね。まあ僕はもうこの響みたいな生き方不可能ですね。できる限り誰かに頼って生きていきたい。そう思うとやっぱこの響みたいな生き方に憧れはするけどなれないね。うん、そこはもうやっぱりそうかも。俺もお笑い業界で響みたいな生き方したかったけれども、それはちょっと不可能だな。やっぱりいろんなしがらみであったり、上からのパワーであったり、周りの事務所との兼ね合いであったりで、やりたくないこともやらないといけない。それが人生だろう。でもそれは自分の信念にはずれるけど、でも仕方ないかって現実では思ってるけど、いや俺は信念通り進むんだっていうこの曲げない強さを響ちゃんが本当に漫画の中ですごく見せてくれるし、憧れますし、かっこいいですね。うん、何よりもそう主人公の響がかっこいいです。女の子にもかかわらず男が憧れる主人公というか、そんな響ちゃんが世の中をすごく大きく動かしていく。動かすつもりはない、私は好きな小説をただ書いているだけ。でも結果世の中が大きく動いていく。自分が歩く後に勝手に花が咲いていくっていう感じで、だからこの圧倒的スケール感のある主人公漫画久々に出たような気がしますので、ぜひぜひ皆さんこの「響」という漫画を読んでいただいて、あ小説家になるためにはこういうことなんだ、小説を描くってこういうことなんだな、あ漫画も小説も編集者ってこういうことを考えてるんやって非常にリアルに描かれておりますから、読んでいただいてこの出版業界の裏を知っていただいて、ただ読んでも絶対にこんな小説家は現れないと思いますから、そこはフィクションをより一層楽しんでいただいて、響ちゃんの圧倒的主人公を楽しんでいただけたらなと思います。というわけで最後までご視聴誠にありがとうございます。いいね、高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録もお待ちしております。というわけでまた次回素敵な漫画でお会いしましょう。さよなら。の動画を見て興味を持ってくださった方々、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。